これからこれから、こっちですが、ゆっと伸びます、ゆっと伸びます、こっちです、地面がお似合い、よいしょ、あら、最近よく会いますね。Please select your character. Hazama. Huffman.最近よく会いますね、白面さん。テルミ、貴様をここで滅せる。 The Wheel of Fate is turning. Rebel 1 Action. 伸びろ。よく伸びろ。危ないな、そこまでです。よっ、それキャンプ。危ないな、そこまで。これは Please select your character. Hazama.
The wheel of fate is turning. Rebel One, action. Rebel 2, action! できればもう立てない。Rebel 3 action。はい。今回第2話は、みつるぎさんの勝利でした。お疲れ様です。じゃあちょっと、音バランス整えます。よいしょ。ありがとうございました。強い。楽しかった。ありがとうございました。楽しかったっす。お疲れ様です。いやいやいや、まあ、プレイステーションは、さすがに、限界があるんで。はい。それでですね、はい。みつるぎさんとフィルムさんにまた、お願いがありましてですね。このまま、プレマーで少々お付き合いいただけたらなとか思うんですけど、どうでしょう？お！延長戦。いいですよ、延長戦。うん、このままやっていただいても大丈夫ですし、部屋の調整とか後で、じゃあしますね。はい。どうしようかな。もし、大丈夫であれば、みつるぎさんが後で、環境があれば、スカイプとかで繋いでいただければな、というところでもあるので、ご検討だけお願いします。
じゃあ実況、まあ実況とか話したりとかしつつでいきますか。参加するする。うん。実況というかね、感想配信みたいな、感想実況みたいな感じで。うん、おフィルム 3C ボタンがうめえんだよな、これ。リターンこもるし。音声バランス、ちょっとゲーム大きいから。ちょっと下げまーす。これぐらいから?これぐらいでいきますか。これはね、頂上対頂上決戦でさ、ランクマのなんかフィルムさんから聞くところによると、ランクマで19段になっては三剣さんに挑みまくってるんだけど、その度に三剣さんに19段から落とされてっていうことをね、繰り返してたんだよみたいな話を聞きましたね。これオフラインでも見てみたいな。うん。自分から挑むに。しもた、ゲージ引っ張るよ。うわ、これはバーストハックかな。あー、コンボが難しい。下段でした。うん、できればもう立たないでほしい。レベル3アクション。ジャッジ。白面にはね、ゲージがないうちはまだ気軽に置き攻めできるから、対戦序盤でダウン奪うっていうの結構大事だよね。何気に最近思い始めてきたんだけど、もう弾4つ持ってる白面には置き攻めしづらすぎるからね。お、投げ暴れ。うわー、 2D 置いちゃった。なんだなんだ。これ壁熱いなぁ。よし。あ、使う使う。捨てるっていうかね、まあラムレザルがメインで使いたいなってとこぐらい。ちょっと待ってね、オートパスを、オートパスを、にして、ルーム設定ちょっと変えます。ルーム設定変更。おぉ。じゃあ、これが、この対戦終わったらルーム設定変更して、ちょっと、リスナーさん、そうだな、二人ぐらい入れるようにして、俺も参戦しつつ、現バージョンの、ブレイブルーを忍ぶ配信にしようかなと。うん、急に軽くなった。マジか。いやいや、いいっすよ、いいっすよ。もう自由にやってください。ゲストなんでね。ゲスト主導の配信なので。うん。何?いや、いいじゃん。気軽に対戦しに来れば。マジこのゲーム、ほんとこうだったなーつって。で、19日になったら、しょうがねえな。じゃあもう一回ブレイブルーやるかってなればいいっすよ。記念対戦、二人にはもうお願いしてあるんで。気軽には入れない。そうか、
これから。あ、ランナーさん、でもなんかツイッター見てるとちょっと忙しそうだったんで、あれなんですけど、あのね、本当はっていうわけじゃないんですけど、前にね、ちょっと実現ができなかった感じのね、企画とかがあったので、そこでね、お誘いして、た人たちにできればとか思ったんだけど、結局プレステのネット対戦はやっぱりちょっと限界がねあったから、うん、お誘いづらいなっていう感じなんですよね。17段以下お断り。俺14段だよ。さあな、プレイステーション4で改善すればいいんだけどね。もう逃がしません。行きます。どうです。ダークソウルやってる。狭間ゴーストの人。ああ、そうっすね。まあもちろん、来てくれるんであれば大歓迎なんですけど。もうさすがに。プレイステーションのネタはさすがにちょっと限界が。お誘いするのもちょっとね、忍びない感じだったりするので。ちょっと待ってくださいね。ルーム設定変えます。人数変えないんだっけ？人数が変えれない。人数は無理か。あ、じゃあ、そうな、この枠まではじゃあ3人で対戦しようかな。やりましょう。うん。作り直しますね。もし、お誘いできるのであれば。はい。で、その間に、みつるぎさんは、もし、スカイプの環境があれば、お誘いしたいかなと思うんですけど、どうでしょう。少しでもお付き合いいただければと。難しかったら、あるいは気が向かなかったら、NG とかでも、全然大丈夫なんで、ご検討だけお願いします。うん。コメントで、難しかったら、メールとかでも大丈夫なんで。白のスサノオ。よし。うわー、読んでたんだけどな、ダメだな。はい、少々。よいしょ。ああ。わかったわかった。よし、これがセットプレイヤーで、おや、ふぅ、やった、一回勝てた。あー、これで5勝じゃないな、1勝6敗ぐらいかな。昨日でもフルボック食らってるんすよ。1勝6敗ぐらいです。よし、じゃあちょっと神様に挑みに行ってきます。
Please select your character. よしよしよ。カズマ、ミュー12。よし。ちなみにこれ、生涯で、ブレブル CB になってから、一回も勝ったことがないような気がします。ああ。あなたは用済みなんですがね。The Wheel of Fate is turning! Rebel 1! Action! はっ見えた伸びますいくのがいいじゃんどうかあー、ちょい伸びますこっちですがザックこうだマニアなかった。反応が早い。やめてくれ。うわまあ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 なるほどなるほどもう嫌ですよレベル2アクションこっちですが見えた伸びますいきますよおっ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 ほら頑張るフェイントでござる。うわー、やめよう。うまい。うわーラグったラッキーレベル3アクションこっち行きます伸びます行きますあーかくったこっちです行きますどいてくださいでも気持ちいいですよやばい起きれない起き上がれないぞこのままではどいてくださいどうですどうです気持ちいいですよあー起きれながらない起き上がれないあージャンプできなかったあー捕まえられちゃうなよしちょっとビットを置いた後の行動ちゃんと頑張んねえとなじゃあどうしようかな。大事なことをやってもらわないといけないんですよ。次の試合やってもらいつつお別れっていう感じになりますかね。この枠は。うん。で、枠終了した後に、ちょっと相談しつつ、次枠、取りつつっていう感じにできればと思います。でも、もし、ご都合が合わなかったようだったら、まあ、これで終了という感じで、第2話はこんな感じでした。明日はね、スーヤさん、スーヤ19段と、ミツルギ19段の10先になりますので、またよろしくお願いします。じゃあ、とりあえずお疲れ様でした。ありがとうございました。失礼します。最近よく会いますね、白面さん。The Wheel of Fate is turning. Rebel 1, Action!1体です。
やはりここにあってはならない存在。